おはようございます。ということで、朝になりました。今からベッドを直していきます。はい、じゃあ元に戻していきます。はい。よいしょ。で、これを一応どかすんですけど、これは背もたれにも使えます。テーブルを出します。はい、終わりです。めっちゃ簡単。はいはい。早い。こんな感じですぐに元に戻せるのでめっちゃ楽です。女村アフソク田んぼということで、風田道の駅を出発します。で、次が女村アフソクのスモス畑に向かいます。これね、で今画像出てると思うんですけど、こんな感じでスモスが入っている場所です。おスモス見て名護に向かいますか。うん。で、女村経由。女村アフソのコスモスも行けばわかるんじゃない。行けばわかるさ。だってすごいピンクだもん、一面すごいピンクだから行けばわかるさ。で、唯一の田んぼでしょ。これが2月とは思えないぐらいの晴れてて、ね、暑いし、寒がりの人にはこれがいいよね。ずっと寒いわけじゃない。ちょっと大きい雲が、あ、どうする、サーターアンダギーは買う。あ、じゃあまず道の駅から行かないといけないんじゃない。はい、こっちが女の駅ですね。ここは道の駅とは違うんですけど、夜はここは駐車はできなくなったり、駐車場も閉まったりするんですけども、お土産を買ったり休憩したりご飯食べたりすることができます。ここが女の駅、中ゆくい市場。すごい、山芋大きいよこれ。1,269円。こんな大きいのあるんだね。かぼちゃ、もか、黒糖、バナナ、タンムもいいね。タンム食べたことない。そうそうそう。何にしますか。プレーン味、黒糖味、バナナ味、タン芋、紅芋、もか味、かぼちゃ、タンカン、黒糖とタンムとタイモとバナナにしてみる。選んだことない。うん、モカは前に買ったことがある。美味しそう、ありがとうございます。あ、見ていい野菜。いいよ。すごい、ビーツもある。え、ビーツすごいね。なんか赤いスープとかいな。ズッキーニもあるよ。アヒージョに、レッドキャベツ、トマトも見て、これで108円とかすごいんだけど。あ、ケールだ。これケール売ってるの初めて見た。すごいね。よく青汁とかの、すっごい苦そうね。生姜もあるね。これで192円って安くない。うん、安いかもね。スターフルーツ、あんまり甘くない。あ、これみたい、パッション。いくらだろう。1,500円。パッションフルーツ。そう。あ、すごいいい香りする。1個200円。うん、何してる、食べたことある。エッグフルーツって言われてて、卵みたいな、卵の黄身みたいな。なんだこれ。なんかカリウムだったかとかもある。むくみにもいい。ゲットの鶏ハム初めて見た。この風味好きか嫌いか分かれるかも。耳が、これ何だ、風かな。チキンオーバーライス。チキンオーバーライス。芋くず天ぷらなんだけど紫ではないんだ。はいはい。こんなもう調味料が、美味しそう。調味料好きなんだよね。買いたくなるね。ずっと見てられる。うん。何これ、紅芋バターとかってすごいね。美味しそうね。紅芋ジャムとかさ、タンカンジャム普通に美味しそうじゃない。うん、クワナミジャムもあるんだ。あー、シークワーサー石鹸、いい香りしそう。本当だ。こっちハイビスカス石鹸って書いてあるね。ローゼルジャム、リリコイバター。富城のパンケーキ屋さん行った時にさ、リリコイバターが塗られてたじゃん。パッションフルーツとバター混ぜたやつ、フルーティーで美味しいバター。ね、いいねこれ。うん、行きますか、車に行こう。うん、あー、着いたー。サーターアンダギーゲットだ。
いただきます。バナナかな。なんでいつもと違うことして。バナナと俺のに大きいのが来てるよ。初めてよ。いただきます。色的にも、ね、いただきます、ね、いただきます。あ、こうバナナっぽいね。匂いもそうだ。絶対バナナだ、ね、うん。選ばないけど、あ、これにさ、チョコソースとかかけても合いそうね。さらに半分にしてもバナナドーナツだもん。うん、あ、うん、おいしい、うん、バナナだね、うん、今日暑いからアイスが食べたいな。次何食べる。1個でいい。半分にして置いといて。ガンガン食べるね。おいしいから。じゃあタイも食べようと。タイもいただきます。タイもです。タイもいただきます。いただきます。どうですか。顔、なんか匂いはわからないね、タイに関しては。じゃあ最後のが黒糖、うん、残したわざと。黒糖の匂いする。あ、でも見た目も黒糖だね。するよ。おすすめは黒糖と紅芋です、うん、あの初めて食べる人は黒糖と紅芋を食べてください。だよね。あと1個って言ったら何。その時期のもの。タンカンとかだったらね。今日だとタンカン。あのみかん系美味しいよね、うん、柑橘系ね。さっかりしてね、うん、で次はどこに行きますか。あ、これか、うん、女村アフソ。女村アフソのスモス畑に行きます。この辺から入ってきたよ。ここです。ここなん、なんかいいね。うん、もう刈り取られた。コスモスこっちだったんじゃない。ねえねえ、間違えたら。ここない、ね、ここない。あ、でもほら、まだまだまだ行ってない。ぽいぽいよね。ぽいぽい。あ、ここが公民館なんだね。ね、終わったね。コスモスは刈り取られた。あれだはずね。本当にあれだはず、ね、マジであれだはず、ね、本気で刈り取られたコスモス見てこう。じゃあ畑だよ、整地された。だから元コスモス畑ここだったんでしょうねっていう雰囲気広がってたよね。絶対ここだった間違いない、うん、しかもやりたて感がすごいね、うん、昨日やったばっかりかもね。こちら元コスモス畑です。間違いないここだね。コスモス畑到着しました。ただし刈り取られた後でした。はい、こんな感じです。こんな感じ、こんな感じすごくね、はい、こんな感じです。多分こっちがコスモス畑で、あー、これ全部コスモス畑だったら圧巻だったのにね。うん、1週間遅かったかもね。多分これ本当に全部刈り取られてるって感じで、近くの家訪ねてって聞こうかな。ここはコスモス畑だったんですか。そうです。次はじゃあアキさんどうします。これ次の行き先はどこですか。名護の羽地ターブックはコスモス畑。はい、じゃあそこに向かいます。はい、じゃあ羽地に向かいます。35分ですね、こっから行きます。こっちで10分ぐらい休憩しましょう。ここを聞こう。いいね。なんかここちょうどいい場所にある。ちょうどなんかいいよね。ちょっと疲れた頃はいいね。後期公園、シャワー、トイレもあります。駐車場もあります。休憩にはいいね。うん、こっちで休憩してちょっと海を見て、うん、そこからまた名護に行くっていうのが。あ、海入ってる人いるね。見て、これ、おっとっと、おっとっと、ほら、ほんとだ。どう見てもおっとっとだね。うん、もう一回見せて。どう見てもおっとっとだね。食べる。もう泳いでる人もいるね。さすがに遠くにもポチポチ人がいるね。さすがにさ、うん、こんだけ今日暑いさ、昨日から、うん、泳いでもいいよね。うん、本当だって今日夏日だもんね。じゃあ名護に向かいますか。こっから23分。ターブックはブックは、うん、これ右がコスモス畑、右、うんうん、こっちからって、うん、ナビで行くって言ってるから、もうなんでなん。あ、もう来年ここだったんだ。ほら、本当だ。ターブックはって書いてる。あー、すごい、これが全部見れてたら、うん、もうやばい、うん、すごいいい景色だったはずね、うん、水田になってる、水田ということで全部刈り取られてました。すべてが刈り取られた後だった。だから両方でしょ。そう、もう一仕事終わってんね。この1週間でやったんだはずね、うん、せっせとね。あ、面白い。
あ、ちょっとコスモスが縁に残ってるね、わかる？本当だ刈り取られ、本当だね、刈り取り残されてしまった。これ一面が全部コスモス畑だったってことでしょ？そうだよ。すごい綺麗なはずね。そうだよ、綺麗。じゃあ皆さんはターブッカ、羽地ターブッカで検索して過去の写真を見てください大城そば屋、牛豆腐、ジューシー、三枚肉、アーサそばもあるね。本当だ。ああ、マヨナオ。ここの人気っていうか、写真も見たいはず。推しは何なんだろう。陶器と三枚肉持ってる。手道、アーサ、牛豆腐、三枚肉そばにする。大城そばもあるね。多分大城そばが全部入ってる。いろんなの入ってるんだよね。あー、種類も。しくじったで。大城そばやって、で、ご飯をいきますね。ヒラメンとコスメが選びます。あー、どれが人気ですか？ヒラメンの方が人気である。じゃあヒラメンで。両ヒラ時代。どうしようかな。逆に変える？そうね。どっちも食べる。どうせならじゃあ。うん、わっき細麺が好きでしょ、基本。じゃあ三枚肉そばが細麺で、はい、大城そばがヒラメンでお願いします。ありがとうございます。失礼します。店内はこんな感じです。人とも。失礼します。ありがとうございます。こちらが三枚肉そば。こちらが大城そばです。ありがとうございま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 す。印象が違います。はい。ありがとうございます。大城そばセット。あ、違うか、大城そばだ。三枚肉そば。三枚肉そば、昔ながらのお箸だ。赤と、赤のやつ。赤と黄色。いただきます。いただきます。赤そ麺食べてみて。お、そうだね。ちょっと味見します。近くで。そっか、細麺と、ひら麺。細麺、細麺、細麺と平麺だよね。平麺食べてみていい？どう？俺は平麺が好き。あと細麺が好き。あ、いや全然いい。よかったね、お互いね。本当に両方個性があるね。あっきの全部三枚肉なんだ。三枚肉そばだもん。昆布が入ってるのが自分には珍しい。ね。珍しい。あ、昆布ならでは。でも昆布の出汁もいいんだもんね。うん。南蛮そばが平麺だったね。あのスーパーとかにも売られてる。うん、これぐらいの平麺だった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさま、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかった。ね。うん。ごちそうさまでした。最高でした。ごちそうさまでした。あ、車でちょっと休もう。ちょっとだけ。サータンデギあるよ。食べれないわ。ということで今ご飯食べて、ドンキとかダイソーとかでちょっと買い物してきました。で、今からお風呂に行ってきます。快活クラブ、名護の快活クラブでシャワーを浴びます。では行ってきます。今来てる。はい、ということで快活クラブでシャワー浴びてきました。30分で1人200円で、今から今日の仮眠場所、車中泊は戸田の道の駅なので、そこに今から移動します。戸田道の駅、ここの端でいい？うん。で、バックにする。うん、はい、道の駅の、どこだこれは、巨田道の駅に到着しました。はい、ということで車内ですけど、ちょっとね、お腹空いたんで夜食のうどんと天ぷらそばとおにぎりを買ってきたので、ちょっと車内で食べながらなんか雑談したいと思います。その完成する前のキャラバンなんだけど、収納とか何も作ってなくて、で、なんか急遽ダイソーで適当にこんな感じのものをつけて、まあ、マグネットで取り付けて、めっちゃ便利になりました。ということで、ちょっと夜食を作っていきます。 IH スイッチ、ここにあります、この下。
ことですね。これをしてからで、アイアンチェック使うね。俺もう疲れてる、こんな進めようとしていくらなんでも映像にも映ってんの、疲れすぎでしょ疲れてる証拠がね。いただきます。いただきます。この時間の伸びるのが許せない。そばが美味しいのよね。明日桜咲いてるかな。咲いてないぐらいのレベルやな。天ぷらそば出汁飲ませて。うん、あ、美味しい。美味しいでしょ。うん、結構味濃いめだね。うん、はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。美味しかった。